スミスさんはいつアメリカに帰りましたか去年の11月に帰りました 今年の10月に帰ります。来年の2月に終わります。 いつ大学に入学しますかスミスさんはいつアメリカに帰りましたか去年の11月去年の11月に帰りました サントスさんはいつブラジルに帰りますか今年の10月。今年の10月に帰ります。森さんはいつ名古屋に行きましたか去年の6月。去年の6月に行きました。工事はいつ終わりますか 来年の2月。2> 来年の2月に終わります。来月の3日は平日ですか？いいえ。3日から5日まで休日です。今月の29日も休日です。いつお店を休みますか？来月の2日。 来月の二日に休みます。いつ会社に就職しましたか先月の一日先月の1日に就職しました。いつ赤ちゃんが生まれましたか今月の四日今月の4日に生まれました。いつ 大学に入学しますか来月の6日来月の6日に入学します <noise> 去年の11月に帰りました 去年の6月に行きました今月の4日に生まれました 森さんはいつ名古屋に行きましたか来月の二日に休みます。